別名ヒース編。アメリカ合衆国東部のニューイングランド地方に生息していたが、すでに絶滅した。草原雷鳥には、ニューイングランド草原雷鳥を含めて3つの亜種があり、北アメリカ東半部の平原地帯に広く分布していた。全長40センチメートル、体重900グラム程度で草原雷鳥の中では、小型の部類だった。体に、茶色の濃淡のし模様があり、 オスのトサカト首の両側の袋はオレンジ色。ヨーロッパ人の入植地近くに大量にいたことから食用として乱獲され、1870年頃までにはマーサズビンヤード等一箇所を残して全滅してしまった。しかし、1897年になってもヒースヘーンの絶滅はないといった学者もいた。その後、島は保護区に指定されたものの、 1907年には77話まで減少。この時になって、ようやく保護の重要性を認識した人々から、募金活動などが起こるようになり、保護運動のかいあって1916年には2000話まで回復した。しかし、その年に島に起きた火事で105話まで減少した。しかも、この時期がメスの繁殖期に重なったために、 巣を離れようとしなかった母鳥の大半が焼け死んでしまい、生き残った個体は大半がオスになってしまう。さらにその冬は異常に寒く、多くの草原来鳥が倒れた。その後なんとか600羽まで持ち直す。しかし、1932年3月11日に、ブーミングベンと名付けられた最後の一羽のオスが死んで、ニューイングランド草原来鳥は絶滅した。このことは、 一つの個体群を守るときには、数の問題だけでなく、生息地が狭い範囲に限定されないことも、重要であるという重大な教訓を残した。エクスティンクト、今泉忠明、絶滅野生動物の実験ご飯と共同、出版、2006年、189から190ページ。ありがとうございます。